司会進行を担当しております、ジャムジャック東京の理事、をしております中本です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、法人ジャムジェットというのは、まあ、こういう略で、始まったものですね。それで、基本的には海外法人を医療を他の面で支援する NPO ということで、世界にいらっしゃる日本人を応援しますということで始まりました。まあ、東京の方はこれまでこんなような感じで講演会をいろいろやっております。東京のメンバー理事は、こういう形で、まあ、佐藤副大臣はじめ今日ご挨拶いただく相星領事局長と、外務省の方との協力もいただいております。もともとニューヨークで始まったものなんですけども、これが東京さらに全世界広がりまして、今ここに下に書いてあるような数の世界中にですね、医療者、医療関係者のもう700人近い方がメンバーになっているという状況です。まあ、それだけいらっしゃるのでですね、その最近いろんなこの問題提起されている医療事情、まあ、今回ですね、特にその日本医師会からも講演いただきましてご挨拶もいただくんですけども、関心をいただいておりまして、日本の医療制度をどういう方向に持っていくかということの一つのヒントにですね、メンバーの方から発表いただいてしていただければと思いまして、こんなプログラムを組まさせていただきました。それでは、時間来ましたので最初にですね、本間俊一先生、ジャムズネットニューヨーク代表から、開会のご挨拶をさせていただきます。